もうすごいありさまなわけですよ、うん、でうわーって騒いでて、お薬飲みましょうねって言われて、うん、口がポンって入れられた。何の感情の起伏もなくなる薬で、なんて言ってんの。はい、丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。今回は先輩ライターといいますか、ルポライターの大御所村田ラムさんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラムさんといえば潜入取材じゃないですか、はい、多かったですね昔は。いろんなとこ潜入してると思うんですけど、はい、行く前嫌になったりしません？ずっと嫌でしたよ。ずっと嫌でしたなんで潜入取材でやるんですか？やっぱなんか断ったら負けた気がして唯一断ったのあるんですよ。でもえ、なんですか？中国 の、はい、あの天安門広場で中国の国旗を燃やしてくれって言われてそれは無理ですでもそれ以外は基本的には受けてやってる。何がどうなってそんな取材をやってこいっていう話になるんですか？ね、僕の死に様が見たいだけですよね、それね。当時はひどかったですから。あのぐらいの時代の雑誌のね、内幕でよく語られてた企画で、うちは雑誌だから大丈夫っていう、うん、いや別に雑誌でも違法は違法だよってこう受ける側は思うじゃないですか。雑誌だからそんなにあのきつく見られないから緩いから大丈夫って、うん、いやそんなことはないだろうとは結構思ってなかったですしね。結局なんかあの普通に不法侵入とか、うん、企画の段階でこれ不法侵入だよなっていうのとか普通に回ってくるじゃないですか、うんうん、編集部が立てたやつ、その流れですよね。だからそのまあその流れですね。もうとにかくラムさんあちこちあちこち行ってるし、相当リスク高いじゃないですか、ええ、でそれの中でも、まあ、僕も好きな話があるんですけど、はい、精神疾患の病院の、まあ、閉鎖病棟、そこにこう、ええ、潜入取材したことがあるという話を。そうですね、編集部が閉鎖病棟の中どうなってるか知りたいからさ、入院してきてよって軽いな軽く言われて、しょうがないからもう近所にあるそのいわゆるメンタルヘルスクリニックに行って、はい、こんなんなんです、もう頭がおかしくなりそうですとかって、まあじゃあ薬出しときましょうって全然こう、まあやっぱり閉鎖病棟に入れてもらえないんですよね、はいはいはい、やっぱ病床も少ないですし、うん、でも本当に何件も回って、うん、でも大暴れとかしたんですよ、わーってたら、もううちでは面倒見きれませんって言われてダメな、へー、どうしたら病院に入れるんだと思って、うん、もうだんだん悲しくなってきて、毎日毎日精神病院に行ったとかやってたら、もう本当悲しくなってきて、もう死にたいですって言ったら、あ、それは本当って言われて、今死にたいって言ったね、それは困っ、ダメだって言って、すぐ手配してくれて入院することになってる割とガチで追い詰められてるじゃないですか。そう、ガチで追い詰められてる。だって結構リストカットのふりとかして、こう血まみれで行ったりしてましたからやりすぎやりすぎ、リスカの振りとか振りって切ってるけどね。ちょっと待って、振りじゃないじゃんですか、もう実際に切って入院できたんですか？それで入院することになっちゃったんですよ、うん、入るときは、うん、編集部の人と僕と2人で入ってもいいですよみたいなことになって、うん、かなりの西の方にある山奥の病院のとこまで行って、うん、でももうドアも二重ドアになってて、うん、あ、これ絶対出られないやつじゃんっていうターミネーター2みたいなやつじゃんって思って2みたいなやつちょっと、編集部の人からも人出てるんですか？編集部の人は僕の友達ということで、あ、送ってきてくれた、送ってきてくれて、うん、でもこれで本当は頭おかしくてあれなんで、ずっと入れといてくださいみたいなことを言うわけですよ。余計なことをまたうわーと思って、うん、で、お前もそうだね、ちょっと休んだ方がいいよねみたいなことを言われるわけです。で、その病棟の中に入りましょうってバーンって入ったら、60歳ぐらいのおっさんがキーンって言って走ってて、うわーってうわー、これはすごいところに来たぞ俺はってちなみにそれ潜入取材として、あのなんか持ち込んだアイテムとかあるんですか？患者として入るじゃないですか。もう何にも持ち込めないでしょやっぱり。預けておいてっていうのはできますけど、うん、当然携帯電話とか、うん、何にも紐ですらダメですから、パーカーすらダメって。はいはいはい。じゃあもう本当、まあ裸一貫とか手ぶらな、手ぶらで入ってすごいありさまなわけですよ、うん、でうわーって騒いでて、でもうあーこれは俺無理だと思うって思ったら、お薬飲みましょうねって言われて、うん、口の中にポンってこう、看護師さんから、そう、こうやってなんでしょう、うん、ごまかすかみんな飲まない、うん、あ、口にポンって入れられたらプーンって、何の感情の起伏もなくなる薬で、こ
こうってなってなってってでもベゲタミンって今は処方されてない薬なんですけど、はいはいはい、周りがすごい騒いでるんだけど、もう僕だけこうカタカナの世界にいる感じになって何の怖くもなくなって感情がそうそうそうなくなっちゃう薬で、はい、ものすごいこううつ状態というか、うん、トイレに行きたいなと思ってから立ち上がるまでに1時間ぐらいかかるんですよ。はぁ、うーって、うん、でうーってトイレに行く途中でこう部屋をパーって見たらおっさんたちがこうベッドに縛られてるでそれくらいわーってわおっさんたちに縛られてるってでトイレに行ったらうんちまみれの人とかがいてうんちまみれの人がいると思うけど感情が感情は全く言えないわかんないここでは言えない、うん、女性器の名前を連呼してる声が聞こえてきて、うんうん、何何って思ってみたらちょっと可愛い20代ぐらいの看護師さんがいて、うん、その人の後ろにハーメルンの笛吹きみたいにこう おっさんたちが女性器の名前を連呼しながらこうついて歩いているっていうオブザデッド感半端ないああいやえ他の人たちもその薬処方されてるんですかされてるのにキーンってやれるからすごいエネルギッシュ、うん、感情抑制されてるのに動ける、うん、動けるラムさんがそんな状態になってるけどそうそうそうなのよ、まあ、薬に慣れていくっていうのもあるんでしょうはい、はい、それ1日に何回ぐらい処方されるんですか4回なんですよ4回基本的にずっと薬漬けなんですよああぼーっとずーっとしてるんですね潜入取材のところじゃないですよねこれいやだから出してくれるって言ってたんですようん、編集が、はい、で電話が編集からかかってきて出せなくなっちゃったって言われて出せなくなっちゃったって言われたけど薬飲んでるからへえ確かに飲めないですけど出せなくなったらどういうこと困ったなっていや友達がもう出してくれって言われてもう出せないよって病院に言われたって、まあ、それは当たり前だなって思ったんですけどもうそれがやばい状況であることはもう分かんない分かってはいるんですよ理解はしてるんだけど、うん今一つ感情の起伏が合わないだけで本来だったらおふざけんなってなることでしょうねがうーんそうなんだっていう一眠りしてから考えるかぐらい隣の席のおじさんが話しかけてきて家族に騙されて入れられたんだよってでもう10年入ってるんだよって言ってて看護師さんが来て10年ぐらいここ30年入ってるの当たり前だからねって言って俺このまま30年ここにいるのかな60までここにいるんだろうかと思ってたりしてて、はい、どうするしたんですかそっからとりあえず取材してようと思って、うん、ずっと入ってたんですけど、うん、普通に首絞められたりしましたけどね他の患者さんに、患者さん、うん、何日ぐらいそんなそれがねでも何日だと思うのよく分かんなくなっちゃったですよねでしばらくいたんですよ、うん、結局そういう状況の中で、うんうんラムさん一回自分でカミングアウトしたんですよね病院にまあそこまでじゃないですよでもあのやっぱ自分でもそろそろみたいなことは言ったんですけど自分が正常であることを、うん、昨日まで俺こんなに頭おかしいんだぜって言ってたの俺正常なんですって言ったって信じてもらえない信じてもらえないいや俺そのラムさんの話の中で一番好きなシーンがやっぱそこなんですよ病院で自分が潜入取材してるライターなんですって、うん、お医者さんとか看護婦さんなりにカミングアウトするじゃないですかラムさんそれしたんですよね看護婦さんたちがはいはいって言って流す瞬間って聞いてくれないですよね最後の切り札みたいなのがシュッと消滅するじゃないですか脳のどっかに正体を明かしたらふざけんなって思い出されるっていうのがなんとなく俺潜入取材の時にあるんですよでもその手札が消滅した瞬間じゃないですかそれ怖くなるの怖いですよだから薬飲んでるまあそうかなってそうかなっていやだからその時にもうまず自分でも自分疑うと思うんですよあれ俺潜入取材で来てたのかなとかブレードランナーみたいになってくるけどもうそうなりました関東みたいなラムさんもそうなったんですよいやでもなりますよでも当然いろんな時にそれは僕宗教取材とかもしてるからはい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 、うん、やっぱりね洗脳されていくんですよほとんど、うん、パッて目が覚めたらすごいこう怒声が聞こえてきて、うん、このラーみたいな、うん、また暴れてるおっさんいるなと思ったら帰るぞってうちの父親やってなんか
困ったらしくて、うちの実家に電話したらしくて、うん、その編集が、うん、うちの父親はまあまあのあれの人なんで、うん、中日ドラゴンズが負けただけで味噌汁投げてくる父親だったんで、僕を救いに来たらしいんですけど、父親にこう髪の毛掴まれて、うん、外に引きずり出されてる時に、看護師さんが、あなたみたいな人いっぱい知ってるの、機会があったら絶対にまた入院しないとダメよとか言われて、もう完全に僕、看護師さん側になってました。わかりました。入ります。でもそれで無事に助け出されたわけじゃないですか。助け出されたけど、ひどいんですよ、うちの父親。で、それで助け出して、うん、でも財布も何にもないと、携帯電話も。はい、胸のポケットに、1万円ちょっとピーって入れて一番近い駅に降ろしてくったんですよ。まだバンバンそのボーっとする薬が残ってる状態で、駅舎でこう、あ、ずっとここにいると病院の人に捕まってしまうかもしれないけど動けないと思ってね、太陽が動いてくるのが見えましたもんって。え、それぐらいの時間ずっと動けないまま、そう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 、薬が切れるまで3時間4時間頑張って、うん、それでなんとか電車に乗って新宿区まで帰ってきたっていうのはオチですけど、それってその編集部的には後でどうだったんですか、その一連の顛末っつうんですか。前後編にしましょうってそれだけこれ1回でちょっともったいないから前後編にしましょうぐらいですよ。あのちなみにあの もう一個聞きたいんですけど、その自力で帰ったって言ったじゃないですか、うん、え、薬抜けたんですか。まあ薬は抜けましたよ、やっぱりじんわり怖くなってくるし、なんか怒りとかも湧いてくるんだけど、などんぐらいで抜けたんです かもう完全にあもう元戻ったなって。あのでもやっぱ薬だけは半日で切れますけど、はい、なんかねやっぱりちょっとボケるんですよね、やっぱりなんかね脳が多分使えなくなってるんで、うん、なんかずっと多分これ1年とかやってたら、うん、ダメになっちゃいそうだな脳がって思いましたけどね。だから今は処方されない薬なんですけど、そのリスクに対して編集部が用意した答えが前後編にしましょうだと、うん、ちなみにこんな聞いちゃあれですけど、その時のギャラ覚えてます。いや全然1ページ1万円だから前後編で12万で表紙、カラーページもやったから14万16万のイラストを描いて18万ぐらいですね。皆さんこれが村田ラムですもらえてる方ですか。そうですよ、稼いでますよもう金のためにね頑張る男ですからね。金のためかなこれどうだろうね。18万って、18万ですよ。30年入ってる人もいたわけじゃないですか、うん、自分がガチの入院患者じゃないんだってことを証明できなかったらまだ そこにいたかもしれないじゃないですか。ラムさん自身も結構おかしくなってました。いやもうどんどんおかしくなっていくし、うん、普通の潜入取材するときってこう、うん、フックを引っ掛けるようにするんですよ、戻ってこれるような心に、うん、どんな潜入してても、うん、フックで戻れば自分が戻れるようにこう、うん、やってるんだけど、やっぱね薬を飲まされると結構そのフックがもろもろもろってなるし、やっぱり周りから薬を飲まされた状態で頭おかしいんだよ頭おかしいんだよって言われるとね、本当に自分が頭おかしいんだと思うようになるし、うちの父親がそういう行動的な人じゃなかったら未だに入ってるかも。可能性もあるし、もっと現実的に考えたってもう何ヶ月かいた可能性はあるでしょうね。本当ありますよね。俺正常だって言ったり、うん、脱走を試みたりすればするほど、うん、あいつはおかしいってなってくる。なるわけですよね。自分にそれを当てはめた時にものすごく怖くなってくるんですよね、この話。そこのない穴をただ落ちてただただあがいていく感じ。そんなことを選手で繰り返すわけじゃないですか、今ってラムさんって正常なんですか。僕、はい、僕はめちゃくちゃ正常だと思うんですけどそうですよね俺って正常だなってそうですよね、ご視聴いただきありがとうございました、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。